ここがね、たまたまバルトロなんで、パンツとかもな、ショーツこの辺ずらーっとあんのよ、あの冬場とかは水沢だもん、ずらーっと並んでる派手なおじさんおばあちゃんの座布団ではありませんのでね、こんなひっそりと2階にあったんか知らんかったな。はい、それではね、サンダルを今店員さんに在庫とか取りに行ってもらってるので、それで後で決済しましょう。はい、そのまま次行こう。はい、ここがね、前なたまたまバルトロだって、あったところだ、グレーのやつね。そうで、なんか視聴者さんもそれ見てすぐ買いに行ったっていう行動が早い。ちょっと言うわ。はい、 When I think about the way we used to be、 When I think about the day。 では次はね、こちら、ロフトマンさんの、ロフトマンさんになりますので、ロフトマンさんに行きたいなと思います。ずらっとキーンとかがあったり、バッグがあったりで、バルトロがあったのもここよね、このパゴニャって書いてどこやったっけ、この小屋っぽいとこにあったね。あ、フーディニですわ、このフーディニとか、ね、パタゴニアが多いかな。確かにパタゴニア多いかもね。でも帽子とかもパタゴニアあるしな。でもノースレスもあるね。うん、ほんとだ。アークもある。人気どころがたくさんあるね。そうか、さっきのとこはノースレスとかがなかったんか。あの上のやつめっちゃ可愛いやな、青い柄。あれ、うん、確かに可愛い、ね、すっごい可愛い。一歩間違ったら旅行のコーディネーターさんみたいな、うん、確かに、あの沖縄っぽくなっちゃうかな。似合う人が着るとかっこいいやろな。これ、今年ね、りょうちゃんもおすすめ。いいですよ、買ってくださいって言って、うん、言ってたやんか、うん、どこのブランドか知ってますかって言ったら、うん、知らんって言った。かわいい。買ってくださいって言ったらどこで買っていいか分からへんじゃん。適当に喋ってるから。女子は適当よ。そう、ブランドでどうでもいいのよ、うん、可愛かったらそれでいいの。そうそう、ティラックだ。ティアゴ、ほら、あ、ティラック、トラック、うん、ティラック。俺これ持ってるよね。持ってる。しかもビリビリに破れてるよね。破れてる。あの、この前さ、あのポップアップ来てくれた人も、来てた人いた。あ、ほんま、うん、知らんわ。あ、違うかな。似たようなジャケット、パタゴニアもありますわ。パタゴニアの方はもうちょっとナイロンチックな感じだな。うんうんうん。あとな、パンツとかもな、ショーツこの辺ずらっとあんのよ。本当だ。すごいよね。すごいね。それパタゴニアのですか？いや、ちょっと分からへんねや。分かんないの？しかもゴアテックスよこれ。へえー、すごいシャカシャカしてるね。ダイワだ。あ、釣りの？ダイワだ。だから釣りしながらでもいいよってこと？でも虫刺されそうだけど。台場だ。ここ台場コーナーじゃん。そうだよ、たっくん。これ釣りのこれルアーじゃん、柄。台場だ。ここのポケットにルアー入れるんじゃない。うん、まあそれはな、みんな分かってるんだ。そうなのね、うん、絶対そうやろ。あ、あとポロのシャツとかね、オックスフォードのシャツとか。ポロ、うん、へえ。これ LL ビンですわ。サイズもすごく大きいね。うん、まあ大きいのもあるし、ちっちゃいのもあるしね。なんか、なんていう、いい意味でレトロな昔のスキーのやつみたいな、うんうん、あー、ほんとだね。昔のスキーってそういう色になってるんだよな。なってなってる。で、俺高校の時にさ、うん、スキーってさ、かっこいいやつはさ、自分で服持ってんのよ、うん、で、レンタルするとあれが出てくるの。あー、うわー、それじゃない、黒が欲しいって言うんやけど。あー、そっちかーって言って。あの中学校とかスキー合宿とかね。そう、俺高校の時卒業スキーじゃなくて、あれがそうやって修学旅行。ここにも台場だ。台場が来てるぞ、どん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 。ここ多分台場だ。ここもまた台場だ。台場、台場、台場。台、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 台。こっちもすごい青いのがあるよ。台場だ。ここも台場だ。いっぱいですね。このジャケットですら台場だ。すごい。ちょっと今日はじゃあ台場買おうか。なんか。それ切ってそのまま仕事も行けるやん。洗濯もある。洗濯機、お、すごい。なんかやってくれるのかな。なんかクリーニングとかもしてくれんじゃん。あ、そういうこと。うん、で、向こうでミシンとかもありはるし。はいはい。おばあちゃんの座布団ではありませんのでね。俺この部屋に置いてみる。こう、ばあちゃんおばあちゃんチキさんかなって言われますからね。そうだね。もっと一人になって違うから。あの冬場とかは水沢だもん、ずらーっと並んでる。へえ。俺ここで買おうと思ったけど、なかった。へえ。で、結局あの原田さんと一回もらった。うん、そうなんだ。サイズがなかったよな、その時。お、すごいよ、水沢だもん、ずらーっと。さっきのみたいな感じ。うん、そうそうそう、あのカナダグースみたいな感じみたいな。ロフトマン1号店とかな。うんうん。台湾で言うとさ、俺ショーツが気になるかな、うん、じゃあ見に行こうよ。うん、人と見させていただいて、これからの時期考える、これ思いっきり釣りな感じするな。でもうん、なんかさ、あのクマさんのブランド、ブランド、このクマさん公園来てない？クマのブランドが俺知らんねん、そのブランド。なんだろうな、こんなブランドあんの？モンベルってクマ？あ、そうやね。なんかモンベルもこういう柄ない？あるかろうな。確かにこう
これってどうですか、釣りっていうか山って感じするな。うん、線あ、モンベルって山なの。山。あ、そうなんだ。これもすごいね、もう収納だらけじゃん。まだ台湾だあらゆるなんかもうバッグのやつをポケットつけちゃいましたみたいな。出てくるぞ台湾だ夢あ、斜め感じでコロを持ってたの。へえ。覚えてない学校の先生の時ゴールデンウィークこれでかけたやん。で黄色いグラフス入ってた。入ってた入ってた。これよ。あ、へえ。どこ行ったの。ね、もう5年以上前の話だから覚えてない、ね、捨てちゃった。多分俺あの断捨離するからすぐに。あ、今オレンジ入ってますのでオレンジでいきます。もう一回オレンジじゃなきゃになっちゃうやん。大丈夫大丈夫、夏はなそれぐらいでちょっと派手な方がいいのよ。で絶対似合うねその色。うん、サイズだけこれ S やからこれ履かせていただこうか。うん、すいません。これダイバーさん多いですね。ダイバーはそうですね、がっつり今シーズン全部見かしてて。あ、そうなんですか。花つ、はい、そうですね、全部揃ってるんですよ。やっぱりそれぞれ1店舗1店舗雰囲気違っていいですね。ありがとうございます。冬場ってね、このミスサーダウン並んでますよね。ございます。あの向こうの1981はカナダグースかやけど、はい、ここがミスサーダウン。ミスサーダウン、あとまあノースのダウンもあります。あ、そうか。はい、まあ、タオニアとか。へえ、よりアウトドア感が強い感じですね。どう、オレンジマン。いい感じには仕上がってるんちゃうかそっか。しかもサイズも俺 S やな。あ、へえ。っていうのもな、はい、派手なおじさん派手なおじさん、やればできるって言ってもらっていい。例えばやけどさ、これさ、ちょっと外せば、うん、例えば夏になりましたと、はいはいはい、そういう時はちょっとじゃあこのフェス行こうかなんて言ってもらう。どう、うん、かわいいよ。まあ、サイズも S やねんな。うん、ダイバってさ、ダウンでめちゃくちゃ綺麗な色を買ったやつだよね。あれもでかかったもんね。そうやね、ちょっと大きいかな。普段のサイズより下の方がいいかな。俺普段 L とかやけど、うん、これで L 履くと相当でかいと思う。ウエストも S だけど、まあ、余裕はある。 L なのに S ってこれ2つぐらい下げてるってことか。でも俺もそういうでかいやつやから、ゆったりやるやつタッチするやつじゃないから、これジムこれ履こうかな。かわいいじゃん。これって僕 S でいいですよね。ウエスト大きいので。そうですね、か M で履いてダボっとさせる。そうです、もう全然あります。一回も入ってみてもいいですか。うん、すみません、はい、これがダイワのやり方ですか。あ、別に変じゃないね。そうやね、いけんね。あ、そっちの方が好きかも。これがダイワのやり方ですね。多分本来の履き方ってこれなのかな。うん、こう履いてくださいっていうことだよ。まあ、ちょっと普段履くのにすると大きくは感じないけど、うん、新しいっちゃ新しいな。あ、でも S の方が好きかな。どっちや。でもこれはこれで変じゃないもんな、こういうあのサイズ感もな。うん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 。あとはもう好みだね。うんうん、じゃあ M で、あ、S で。これやっぱ色ってひときわ目いくよね。うん、ちょっと一回着させていただきますか。はい、ちなみにサイズはですね、こちらが俺のぴったり多分 M。 うーん、青の色は似合ってる。でこれでさっきのオーラリーの黒パンとか。はいはいはい。でこれブラックもありますけどね。青似合ってる、すごい。これロイヤルブルーやから俺まさに似合わん色やなんやけど、多分サングラスかけてるからごまかされてんのよ。だってこれ青青やん。うん、だからちょっと変。あー、浮くね。そういう効果もあるんですね。君クパーソンカラー持ってますよね目が閉じたよね20万かけて、はい、なんかやだなって言いながら言ってたよね俺が金払ってさ、取ってきて仕事やから。あ、楽しかったよ行く前はね、うん、場所は楽しかったけど学ぶことが多いね、うん、そう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 。ちょっともう前日やるわ、前日なんか徹夜明けでやってる。そうそうそう、あれはあんなことするやつは勉強できんやつよ31歳の我が家のバッグもちっちゃいリアトリアさんのパーソナルだった。ちっちゃお弁当箱みたいな。あの、手ぐらいしかないから。ちっちゃー。横並べてきたいね。かわいいね。ちっちゃー。ちょっとすみません、じゃあそれでお願いします。はい、ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。またお待たせしております。はい、ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。ありがとうございました。2階もあるんだね。あれ、2階行ってないな。うん、2階行ってみる。うん、すみません、2階見させてね。まあ、2階も広いな。あ、出ました、さっきのやつあったじゃん。はい、これブランドや。ポロシャツもあるわ、これの。あ、ほんとだ、かわいいじゃん、うん、これサンダル界のロールスロイスって言われてるやつや。へぇ、あのダボダボのパンツ見やすいじゃん。あ、そうなの。ガクっていう感じ。そうなの。プライドっていう感じ。全然わかんない。わかんない。うん、ほんとにわかんない。この周囲受けてますよっていう。へぇ、あらま、コムジギャロソンの財布とかもある。かわいい。こんなひっそりと2階にあったんか、知らんかったな。うん、初めて来た。
また全然人と違うね、うん、大人だね。これリュックだね。はい、かっこいい。ブラックでどうですか。手水ジップだから防水とかなんて思ってた。暑いとかいいね、カメラマンっぽいね、うん、マチブラっぽい感じ、そういう絵いいよ。そう、だからいつも違う絵を欲しいなと思って。これ可愛いね。うん、それ気に入っちゃった。うん、キムタクロンティね。待って、ギャルソンね。うん、私のサイズあるんじゃない私のサイズはポロシャツはあるけどね。え、ポロシャツはあるけど。あ、お、待って、 S もしかして。私のサイズな。私の求めてた S サイズがございました。そういうブランドとか好きやもんな、分かりやすいやつな、可愛い。あ、トゥルルこれで半袖やったら買ってた。買ってもらってたね。ああ、え、ないんかな。あ、これがもし S サイズだったんか。黒、うわー、黒買っちゃう。これやっぱギャルソンの T シャツって S なくなったんですね。そうですね、ありがとう。意外と大きめっていうか、七分丈っていうの。あ、七分丈なんですね。例えばこういう感じって分かんない。分かんない、うん、完全キムタクない全然分からん。勝手に言ってるだけ。あのキムタクがこれ聞いてたわけじゃないんやけど、はい、イメージがキムタクって言ってるだけ。かわいそうに勝手に言われて。ロンティーもじゃあ秋冬のために買っとく。何のロンティ？ギャルソン？うん、多分酒やけどええの。だその時にまた売り切れてるよりはさ。 L ですかね、すいません。確かにちょっと大きいが五分丈以上になってるな。七分丈以上、ちょっと縮むからな。あ、どう、うん、まあ、いい感じだね。うん、まあ、リズムがこれ、それが全丈でもよかったけどね。例えばこれでさ、まあ、こういう感じでいってもいいし、うん、こういう感じでいってもいいし、うん、あんまりってこと。いや、いいんじゃない。中に切ってた方がいいかもね。まあ、この丈がやっぱロングの方がいいんやろな、うん、微妙な感じなんかな。俺が似合ってないやんな。うん、色はめっちゃいいんやけど。うんうん、すいません、ありがとうございます。長袖見たいってこと。いや、別どっちでもいいよ。当てる時だけは当てとこうか。あ、そうか、うん、今後のために。じゃあこれか。はい、お値段1万円。なんで俺に報告してんの。うん、可愛いなと思って。いいなと思って。いいよね。買っとこうかな。いいっすよ、うん、年にはねよ、うん、絶対着るやん冬。じゃあ買っとく。買っとく。年にはねよ。年は年にはねよで買っとくか。なんかそれ、うん、ちょうど入ってきたばっかりやし。そうそうそう、しかも首もそんな余裕なさそうだし。買っとく、うん、買っとこうか、はい、すいません、お願いします。買っとくか。うん、あれも試着させてもらったし。一緒に。あ、すいません、あ、一緒にまとめてくれ。あ、ありがとうございます。大人な雰囲気なんだけど、うんうん、ビームスに似てるけどちょっと違うっていう。全然違う。違う。これもバージンソースもそっくりなん、似てるね。わお、セレクトやね。また違う世界が広がってるね。ニートのパンツとかやっぱりします。